はい、皆さんこんにちは。今日は、この、リンの、ネットワークプレイヤー、プレミアインアンプ内蔵のネットワークプレイヤーなんですけど、このリンのマジック DSM っていうの、これを先日購入しましたんで、それを少しご紹介したいと思います。以前はですね、このレッスン室のこのオーディオには、ラックスマンの、SQ38U という真空管アンプか、あるいはアキフェズの、E260、こちらのプレミアムアンプを使っていたんですが、ちょっと曲によって、2階のパソコン部屋と、入れ替えたりして、曲によって入れ替えたりして楽しんでたんですけど、あまりにも、こう、ちょっと重たいんでね、重いんで、どちらも20キロを超えますし、また、真空管アンプの SQ38U の方は、ちょっとね、弦楽器とかは艶があるのですが、オーケストラなんか聴こうと思うと、低音域がぼやけたりとか、あと、あまり、原音に忠実じゃないところがありまして、まあ、そういうような関係もありまして、いろいろプレミアンプを、物色していたところ、まあ、このリン、ちょっと高かったんですけどね、この音が非常に素晴らしかったんで、で、ネットワークプレイヤーもちょっとやったことなかったんですけど、この際にちょっと、この2階の、LAN ケーブルを、1階まで引く工事をしていただきましてですね。だからこの LAN も、LAN ケーブルも、つないであります。で、この、下にあるのは、これ黒い、これがナスですね。このナス、静音のナスです。ファンレスになっておりますね。ここ2テラバイトありまして、ここに、音楽データ、ハイレゾとか CD からリッピングしたものを取り入れまして、LAN ケーブルを通じて、このマジック DSM に入っております。これ音は何もせずに、素晴らしいんですけど、このリンの、この DSM には、オプティマイゼーションっていう機能が、アプリが、連動するようになってまして、それはですね、この部屋の大きさとか材質、それにこのスピーカーですね、これは、インアコースティックの、ベートーベンコンサートグランド T3G なんですけど、これも選択しまして、で、この部屋ですね。こう、レッスン室のこの部屋。ちょっと長手方向になってますけど、この部屋を、寸法とかを全部設定して、あれです。寸法とか設定しまして、低座位波ですね。そこに起こり得る。低座位波を、軽減する。そういう、機能がついているんです。先日ですね、それをいたしまして、これです。その結果、レスリングルームもこのように出てくるんですよ。長手方向の、寸法を全部測ったらこのように出てきまして、で、スピーカーも、この機種名をこう選択しますと、現在このような波形で、低座位波が発生しているっていう、グラフに出てくるんです。これを、カットしてくる。そういう、すごい機能がついてるんですよね。だから、今までちょっと、低音域が、ぼやーんとしていたのが、ほとんどそれがなくなった。そういうことが言えると思います。それですね。今日は、このネットワークオーディプレイヤーですね、このマジック DSM の、
少しだけ聞いてみたいと思うんですけど、操作には、前、ソニーの HAP-Z1ES でもご紹介しましたが、これもやっぱりこのタブレットを使いますね。タブレット、はい、このように、タブレットを使いますと、このように、左右2画面に出てきます。で最初はやっぱりこう、パソコンのな、あの中身みたいなのが出てきまして、このライブラリーっていうのをまず最初押しますね。タップします。で、ここに先ほどの NAS ですね。この NAS が出てくるんですよね。NAS をタップします。そうすると、ミュージックっていうのが出てきますね。ミュージック。で、いろいろありますけど、フォルダーを私の場合選びますからね。で、またミュージックを選びまして、そしたら、こう、パソコンの中身、NAS の中身が出てきますんで、今日はこの、ハイレゾ音源ですね。ハイレゾ音源。まあ、私はこれにします。ハイレゾ音源がダーッとこう出てくるんですけど、ね。こんな感じですね。このハイレゾ音源のサイモン・ラトルですね。サイモン・ラトル。押しまして、一番上にこのベルリン・フィルって書いてるのがあるんですけど、これは、かなり高音質で、これを長めにタップするんですね。そうすると、プレイナウって出てきますんで、これを押しますと、プレイリストにこれ全部載ってきます。まあ、これ第1曲目がの、ベートーベンのシンフォニー第1番が鳴ってるんですけど、これで音量調節ですね。こう押してプラスマイナスがあって、これをこうマイナスの方を押しますと、このように音量が下がっていきますね。で、一時停止するときはこれ一時停止を押していただくと、こういうのに止まりますね。このような具合です。このオーディオプレイヤーの他に、CD プレイヤー、また、これは MM カートリッジに対応した、プレイヤーも、プレイヤー端子も、ついております。フォノ端子ですね。ついております。ほんで、私はですね、MC カートリッジ、デノの103を使ってますんで、トランスですね。MC トランスを、この間、ヤフオクで落札して、このように使ってやります。このようにアナログプレイヤーも非常に素晴らしい音で、この、マジック DSM が、鳴らしてくれます。重量も、これ5キロでね、非常にプレミアムアンプスは非常に軽いんですよね。こう見かけよりも非常にパワーがありまして、このウーファーが3つある、このベートーベンコンサートグラウンドも、こう、ゆったりと聞かせてくれます。非常に解像度も高く、非常に、いい音で、音楽が聴けると思います。ちょっと高かったですけどね。でも、購入して非常に良かったと思います。それでですね、先ほどこの低財波をなくす設定をね、オプティマイゼーションでしましたんで、以前、この後ろにエコーバスターとかね、ベースバスターが置いていたのも全部取り払いましたです。前はね、ちょっとね、並べすぎて、音を吸収しすぎてたようなところがあります。取って、この測定しましたんで、これでもう、余計な低財波とかは、もうおこ、あの、ないですんで、自然な広がりが、音に広がり感ができたと思います。
このマジック DSM、購入して、よかったと思います。本日はこのリンのマジック DSM を少しご紹介させていただきました。ご視聴どうもありがとうございました。